茨城県道186号、荒井行方線、鹿島市津茨城県道186号、荒井行方線は、茨城県鹿島市荒井から、行方市に至る、一般県道である。鹿島市荒井から西に向かい北浦の中央部にかかる、北浦大橋を渡り、行方市浅尾に至る、約 13km の路線。茨城県自家業地区の太平洋側と、 霞ヶ浦川を東西に横断する路線の一つ。1959年10月14日、新たな県道として、鹿島郡大野村を大和荒井を起点とし、行方郡浅尾町を終点とする区間を本路線とする、県道、荒井浅尾線として、茨城県が、県道路線認定した。1995年に整理番号186となり、2006年に、 平成の大合併により麻生町が合併消滅して行方市に解消していたことから県道荒井行方線に路線名を解消している。平成以降の道路改良により大部分は対向に車線の道路であるが起点の鹿島市荒井地区は狭愛かつ急坂で制限速度時速 30km の区間があり、この区間の歩道設置を含めた 道路改良工事が進められている。また、行方市安幡から終点の同市朝尾までの区間は曲がりくねった道路が続き、一部に車線へ道路改良されている箇所を除き、区間のほとんどが1.5車線の道路である。道路法の規定に基づき、鹿島市荒井行方市猫屋間は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、 通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD。 茨城県道路現況調書平成三十一年三月三十一日。現在、p 十二いた孤独事務所。一般県道、荒井行く線。茨城県ホームページ。茨城県。二千十六年一月四日閲覧。県道路線認定茨城県法。号外十月十四日より、路線指定の変更。茨城県法。第五千百七十号。ピアニッシも一に 道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法、第5515号、ピアニッシモ、8、12、道路の区域変更、供用開始、茨城県法号外、ピアニッシモ、1、2、道路の区域変更、供用開始、茨城県法、第6472号、ピアニッシモ、6、7、道路の区域変更、供用開始、茨城県法、 第6669号、ピアニッシモ78、道路の区域変更、茨城県法号外、第270号、ピアニッシモ56、道路の共用の開始、茨城県法、第625号、P2、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ82、道路の区域の変更、 茨城県法、第1329号、ピアニッシも90、道路の共用の開始、茨城県法、第1655号、ピアニッシも1213、県道の路線名の変更、茨城県法、第1758号、P19、道路の区域の変更、茨城県法、第1919号、P14、AB、道路の区域の変更、 茨城県法第1958号 P8 道路の区域の変更茨城県法第1963号 P30 車両制限令の規定の基づく道路の指定茨城県法第1955号ピアニッシモ1516道路の区域の変更茨城県法第2270号 P43 一般県道荒井行方線 茨城県ホームページ、板子ど木事務所、茨城県、2019年5月18日閲覧、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2980号、ピアニッシモ、1828、ありがとうございます。